ルカ・カステラッツィは、イタリア・ロンバルデア州ゴルゴンゾーラ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは GK。メディアによっては、ルーカ・カステッラッツとも表記される。モンツァの下部組織出身。1994から95シーズンにバレーゼでプロデビューを果たした。1996年7月1日、セリエ B に降格したパドバイ遺跡。同時期に、 元イタリア代表政治系のワルテル・ゼンガが加入したため、初年度は主に控えとして過ごした。ただ、ゼンガが退団した1997年以降も、レギュラー定着には至らず1998から99シーズンにはチームがセリエ C1 に降格。1999年1月2日にペスカーラ・カルチョへレンタル移籍する運びとなった。 1999年7月6日、ブレシアに移籍。1999から2000シーズンには、セリエ B 優勝を飾り、チームのセリエ A に昇格に貢献する。2000から01シーズンは、昇格初年度ながら8位と検討したが、自身は昇格後、マッテオセレーニにポジションを奪われるようになり、2002から03シーズンは、前半にレッチーナカルチョ、後半に、 カルチュカターニアと二度のレンタル遺跡を経験した。その後ブレシアに復帰すると、2004から05シーズンは、政治遺の座を取り戻し、全38試合に出場したが、チームは19位に終わりセリエ B に降格した。2005年7月4日、サンプドリアに遺跡。当初は、フランチェスコ・アントニオリの控えだったが、2年目にポジションを奪った。以降は、 政治家としてプレーし、残留争いに巻き込まれることなく、毎年注意に入る安定した戦いを続け、在籍5シーズンで101試合に出場した。しかし2009から10シーズン後半は、肩の負傷で欠場し、ミランから移籍したマルコ・ストラーリに守護神の座を譲った。2010年6月17日、前年度3巻を達成したインテルと2年契約を結ぶ。 引退したフランチェスコ・トルドの後釜として、ジュリオ・セザルに次ぐ、第2次 k を務めた。10月29日のジェノア戦で、セザルが太ももを痛めて退場したことによる、途中交代でインテルでのリーグ戦初出場を飾った。この年セザルは、負傷が多かったためリーグ戦15試合に出場した、他、コッパイタリアや、チャンピオンズリーグでもプレーした。 次のシーズンも引き続きセザルの控えを務めたが、順位は6位と低迷した。2012年5月11日に契約を2014年まで延長。セザルがイングランドの QPR に移籍した2012から13、シーズンはウディネーゼ・カルチョから移籍してきたサミール・ハンダノビッチの控えを務めることが予想されたが、ハンダノビッチの不勝離脱に伴い変わってゴールを守ることになった。 8月2日、ペスカーラとの開幕戦に先発フル出場。無失点に抑え、3から0で勝利した。その後、第2節の AS、ローマ戦でも先発を務めたが、ハンダノビッチが復帰した第3節の鳥の FC からは、再び控えに戻った。12月18日、コッパイタリア5回戦のエラスベローナ戦で、相手のシュートを防いだ際に、ピッチに倒れ込み、 その後ろ肩の脱臼が判明した。契約満了でインテルを退団した後の2014年9月1日、トンマッツォ・ベルニと入れ替わる形で、トリノ FC に1年契約で入団。ダニエル・パデッリの控え GK としてチームを支え、2015から16シーズンをもって現役を引退。引退後もチームマネージャーとしてトリノに残っている。ありがとうございます。